戦闘中のデータがあります。戦闘中から復帰しますか。これ何やってたのこれ。ちょっと待って、記憶がないんだが、まあ、じゃあやっていきましょうか。はい。これ何やってたんだろうこれは。ああ猫本屋敷か。ああ、よかった。変な難しいステージじゃなくてよかったよね。これだったら、すぐ終わるかなとは思うんですけども。でもびっくりしたわ、マジで。で、とりあえず、今回に関してはね、スマホ版ニャンコレ戦争の、砂漠の方でやっていくわけなんですけども、そう、今回はね、またちょっとね、進化祭りやろうかなと思うんですよね。まだまた旅の方がまだまだあるんで、ちょっと進化させていこうかななんて思うんですけど。まあいいや。じゃあとりあえず一旦猫基地に戻りましょうか。はい。ん?あれ?あー!ちょっと待って!9000万ダウンロード!あー!はっはっはっは!そうか!マジかよ!もうこの期間が終わったのか。そんでもってレアチケット5枚これでけえな。ちょっとちょっと待って、進化させようと思ったけどさ、これ5枚もらっちゃったらちょっとこれもうガチャ回す、ちょっとこれガチャ回すしかないよねこれ。ちょっとマジか。はい、ということで、9000万ダウンロード記念チャレンジということで、合計クリア人数が、30万人を突破したのでレアチケットを5枚プレゼント。たくさん参加してくれてありがとうにゃということで。いやマジか、来ましたね今日もらえるのか。ちょ待ってよもう。ちょもう、まあいいや。じゃあちょっと見ていきましょうか。ときめきにゃんこ学園2周目ということで、猫レベルが2、そんでもって学力が17。これどうなんだろうね。運動が強い運動ダメじゃないこれで。芸術が48上がってますね。で魅力が31、魅力も上がってますけども。今週から文化祭がスタート。来週には修学旅行があるぞ。すごいね、目白押しですね。伝説のラブレターを集めて、あの子と親密度を上げ、週末に告白だ。あの子と一緒に美味しいお茶をみんなに振る舞ったにゃということで、めっちゃこぼれておりますけれども。なるほどね。ということで、じゃあ早速ガチャ回していきましょうか。せっかくね、5枚いただいたんでね。あれもうなんか7枚になってんだけど。な、知らない間に2枚増えてるんだけど。まあ今いいや。ということで、じゃあとりあえず今回もホワイトデーガチャ回しましょうかね。なんだかんだで前回ひどかったからな、マジで。ほまかさ、ふわかもろとも、なんも出なかったからね。で、今回こそは、せっかくだからね、洗脳キャラクターを引き当てたい。もう衝撃はもう正直どうでもいいんで、どうでもよくはないわ。どうでもよくないです。来てくれたら全然嬉しいんですけど、やっぱり洗脳キャラが欲しいんでね。いまだにホワカの方でね、洗脳されして巨神来てないんで、こっちのアカウントで来てくれたらまあいいんじゃないのかなと思うんで、じゃあ淡い期待を込めて早速回していきましょう。じゃあ行きまーす。はい。さあ、とりあえずどうしようか。7回回しましょうか。回しようか。もうダメだ。言えねえな、もう。ああ、もう来た。早ー。終わった。もう出たわ。いや、じゃあもうこれで終わりにしましょう、もう。もう、早えよ。ちょっと。嘘でしょ?マジかよ。あ、なにこれ?あ、前回のガチャの残党か。嘘ー。なんでだよ。今日はまさかの出落ちですね。じゃあ残りのチケットはまたなんか別のガチャで回しましょう。ということで、じゃあせっかくね、肝猫来たんで、じゃあちょっと育成させていきましょうか。せっかくだからね。これって何体目の洗脳かな?ちょっと見ていこうかなと思います。いやー、今回はいい引きですね。びっくりしましたよ。さあ、激レアでございますね。はい、ということで、3体目じゃないこれでね。なるほど。洗脳されし肝猫ということで、ようやく来ましたね。まあ、あわよくば巨神欲しかったんですけど、まあ、それはまた、次まで取っておきましょうか。これ多分ね、欲張ってね、さらにガチャ回したら沼ると思うんで、もう学びましたのでね。じゃあ、せっかくだから、てかなんでレベルの方がみんな1レベル止まってるんだろう。ちょっとこいつら上げときましょうかね。まあ、洗脳されしもいずれね、第3形態が来るんじゃないのかなと思うんでね。まあ、まあ、来るまでに育成させておきましょうか。まあ、でもどうせ結構ね、えげつない素材使うんじゃないのかなと思うんですけどもね。よし、OK。美脚完成でございます。じゃあせっかくだからこの辺もとりあえず、レベルっていうか第2形態させておきましょうか。どうしよう、なんかステージやろうかな。本来はね、もう今回の動画に関してはね、進化させようと思ったんですけど、急遽ですね、レアガチャになっちゃったんで、どうしようか。なんか時間も中途半端だしな。
じゃあせっかくだからちょっと洗脳キャラクター使っていきましょうか。あ、てか風にゃんこと起きてたのか。まあいいや。じゃあどうしようかな。どのステージやろうかな。そんな難しいステージやらんで、できればちょっとそんなに難しくないのがいいかなと思うんで。じゃあいいや、シーズン2ときめき文化祭やっていきましょうか。あれ、これ今日から来たんかな。まあいいや、やっていきましょう。はい、ということでまず一つ目、前日から眠れないということで。俺は前日もクソもないんだよな、いつも眠れないんだよ。ということで、あーなるほど、前回クリア時これでやったんだね。じゃあこの編成をとりあえず置き換えて、そこにですね、ちょっと今回引き当てたですね、洗脳されし美脚突っ込んでいきましょう。どこがいいかな。じゃあいっか、ここでいきましょうか。で、ここのね、フィッシュドノエルのところをですね、そういえばあのキャラクター入ってなかったんで、見た、クニオくん突っ込みましょう。よし、じゃあとりあえずこれやっていきましょうか。多分全5ステージ全てクリアできるんじゃないのかな。そんなまあまあ難しくないかなと思うんで、じゃあ参りましょう。さあ、ちゃちゃっと、あ、てか待って、間違えた。ちょ待って、美脚出そうと思ったら、全然違うキャラクター出しちゃって、もう、まあいいや、まだまだステージ数あるからね。じゃあ行きましょう。手作り喫茶でお揃いの制服。いやー、どうしようかな。次回、ほまかでもさ、ホワイトデー回そうかな。これ、ここまで来たらさ、これワンチャンある気がするんだよね。これ、巨神当てられる気がするんだよな。まあ、気がするだけでね、多分どうせ出ないかなと思うんだけど、まあ、ちょっと淡い期待を込めてちょっとやってもいいんじゃないのかな。どうしようかな。お会計で触れ合う手。じゃあ、コメントでやれっていうコメントがあったら、ホワカの方でも、ホワイトレイガチャの方回そうかなと思います。多分まだホワカの方でね、ゲットできてないと思うんでね、とりあえず、ガチャの方やっていきましょうか。まあ、ホワカでもね、リアチケット 5枚ですね、回収できたんで、なんか今日なんか喋れねえな。大丈夫か、これ。はーい。何度計算しても合わない売り上げ。あれ、次でラストかな。多分そんな気がするんで、まあとりあえずですね、もう美脚の方もガンガン出してやっていこうかなと思いますよ。いや、でもレッパ持ちかなりでかいね。あー、でもここまで来たらあれだね、ちょっと美脚系揃えたかったけど、まあいいや。まあ、あーなるほどね。はい、これも大丈夫じゃないかな。そんなにきつくないでしょ。ほら、全然大丈夫でございます。そんでもってクニオくんが出してなかったね。まあまあいいや。よし、さあラスト、終わりを告げるチャイム。さあラストステージでございます。うわ待って、初っ端からフルボッコ来たんだけど、ちょっとこれちょっと相性悪いな。一旦ちょっとこれライオンで、一旦これちょっと足止めしながら、うわー何これ、フルボッコが多いよもう。はい、ということでボス戦でございます。フルボッコがなかなかめんどくさいけど、でも大丈夫。よーし、ほら全然余裕でございますね。よし、あ、全然ゴリ押しでいけましたね。はい、よし、オッケー、ということでクリアでございまーす。他どうしようかな。あ、もうラブレターがまた10枚になりましたね。あれ、まだあるんだけど、あれちょっと待って、あれ全6ステージかこれ、ラストじゃなかった。はい、ということで勘違いしておりましたね。ということでもうステージやっていこうかなと思います。まあさすがに大丈夫でしょう。このステージも難しくないよね。大丈夫だよね。あ、やめて、殺意のワンコ、やめて。よし、じゃあまたクニオくん出して、でそんでもって何、黒い敵がいっぱい出てくるのかこれは。いや違う、コアラッキョか。なるほどね。うわ、でもめんどくせえな。めんどくさいからとりあえずゴリ押しでいっときたい。よし、よし、よーし、オッケー。全然大丈夫でしたね。よし、オッケー。ちょっと眉毛取りが怖かったけど、大丈夫そうですね。よし、これで終わりじゃないですかね。多分これで終わりだよね。終わりだよね。あー、オッケーオッケー。終了でございます。じゃあ最後にイベントガチャ10連やって終わりにしましょうか。じゃあ参りましょう。はい。で、そんでもって、なんだっけ、なんか狙いのキャラクターがいたんだけど、それが思い出せないんだけど、まあいいや。あ、オッケー。おてんばライオンでございますね。よしよしよし。この調子で、どんどんですね、限定キャラクター来てほしいところ。サバーかね、全然プラスの方がね、上げられてないからな。そう、よしよし。いいぞいいぞ。あともう一体ぐらい欲しいところ。来るか？来ないか。もう経験値ゾーン。あー、オッケー。あ、そうだ、前回あれだね、猫クマン騎士がなんか結構、おー、ほらね、なんかめっちゃ出てくるんだよな。なんでだか知りませんけども、まあいいや。よし、オッケー、終了でございます。はい、ということで今回はですね、リアチケットの方5枚いただきましたので、リアガチャですね、まあ1回だけなんですけども、まあまさかの洗脳キャラクターが出たんで、編成に入れて適当にステージの方でやってみました。ご要望があれば多分もしかしたら回すかもしれませんので、よろしくお願いします。ということで今回の動画は以上になります。ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回動画でお会いしましょう。バイバイ。